どうもランチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は肝腎炎を使った酸化鉄の戦法詳細動画ということになってます。でこの編成に関しては僕3番目に組んだ主力編成ということになってるんですけど、位置付け的には1軍って言うてもいいぐらいですね、めちゃめちゃ活躍してくれた編成でした。その内容というのを今から見ていただけたらと思うんですけども、まずは継承戦法ですね。曹操に鶴骨両毒と肝腎炎で、各に混迷乱序と義所義心で、各将に滑目相対と斬壁砲という継承戦法ですね。でスキルに関しては一応各に援護付きの鎧を装備させてるということなんですけど、他にはこれといったスキルっていうのはつけてないという状況ですね。で武将だけ見るとめちゃめちゃ共存性は低いんですけども、継承戦法で高級なのは鶴骨両毒と斬壁砲くらいということになってます。で凸は合計10ということになってます。で各所は貫凸ということで、そこそこ凸が高い状態で使える編成ということになってるわけなんですけども、どのように活躍していったのかというのを今から見ていただけたらと思います。こちら延期馬との対決ということなんですけども、劣勢引き分けということになってますね。こちらの編成結構硬いので、苦手な騎兵といえどですね、速攻型に対してはですね、割とダメージが抑えられているところはあると思います。ただですね、これ花公園が固有戦法9発も打ってるということで、通常攻撃11回中9発ということで、曹操が鶴骨両毒1回も打ててないっていうことなんですよね。これで回復ができなくなって、こういった感じで逆に削られてしまってるっていうところでしょうね。こちらは延期馬との対決ということなんですけども、圧勝ですね。やっぱり速攻型でもですね、援護で座れるような編成ですね。まあちょっと憲法破砕があるので、ここの壺にはまってしまうとですね、やばい部分はあったかもしれないんですけども、まあそれでも首相は守られるっていうところがあるので、両機器に比べるとだいぶやりやすい相手になってるんじゃないかと思います。こちらは両機器との対決ということなんですけども、負けてはいますが、兵装に関してはかなり稼いでるっていう形になってますね。これが両機器の怖いところですよね。大きく削ってるはずなのに、こっちが負けてるみたいな現象がよく見かけられます。こちら両機器との対決ということなんですけども、負けてますね。線も削れてないということで、ボロボロにやられてるっていうことですね。走行型に対してはそこまで弱くない編成なんですけど、やっぱり長領であるだとか憲法破砕っていう戦法があるっていう場合だとですね、途端に厳しくなるっていうイメージがありますね。こちらは両機器との対決ということなんですけど、負けてますね。本当にこの編成だけやっていう状況になってると思うんですけども、やっぱり憲法破砕3発も打たれてしまうと、こちらのいいところは出ないなっていうところですね。こちら両機器との対決ということなんですけども、勝ってるんですよね。これはかなり珍しい展開かなと思いますけどもね。やっぱり憲法破砕がうまく斬壁砲を解除できずにですね、で長領がですね、首相を狙わなかったケースって言ったらいいんですかね。斬壁砲を持ってる核にダメージがいった時っていうのはですね、こんな感じで耐えてくれることもあるということみたいですね。まあ珍しいケースだとは思いますけどもね。こちら両機器との対決ということなんですけども、負けてますね。ただ今回に関しては憲法破砕を打たれてないっていうことになってるので、結構削ってますよね。兵装に関してはこちらの方がかなり少なくはなってるんですけども、それでもなお首相を抜かれてしまうっていうことになってるので、本当に油断ならない編成ですよね。ちょっと壊れすぎな点あるかもしれないですね。こちらは両機器の各家が花公園になってるバージョンとの対決ということなんですけども、負けてますね。でこの編成だと長領が制御から守れなかったり、あと耐久力が上がらなかったりっていうところはあるんですけども、花公園に雷血線を覚えさせて入れることによって憲法破砕を安定して打てるっていうことになってますよね。それによって斬壁砲っていうのは解除された結果ですね、首相抜きされてしまったということで、3000も削れてないという悲惨な結果になってると思いますね。長領無凸なんですけども、これは強いですね。こちらは両機器の各家が花公園のバージョンとの対決ということなんですけども、綺麗に首相抜きされてしまってるっていうことですね。やっぱりこういった編成とは勝負したくないんですけども、ただ呂布三世とかの場合はですね、勝負したいっていうことになるので、なかなか見た目で判断できないのが難しいところですよね。こちらは斬首騎との対決ということなんですけども、圧勝ですね。苦手な騎兵ということになってるんですけども、長領の凸があまり進んでないのと、やはり大元気がいなかったりだとか、憲法破砕がないということで、斬壁砲の対象というのに平人ダメージが集まりやすい環境になってますよね。
こちらは残暑期との対決ということなんですけども、圧勝ですね。まあ、凸が進んでないっていうところはあるんですけども、やっぱり大元気もいない、憲法破砕もないということだったらですね、一旦目の攻撃っていうのは残壁砲が効いてる武将に集中させられますよね。となるとですね、ほとんどダメージは出ないということになりますので、こういった感じで勝てるんだと思います。こちらは残暑期との対決ということなんですけども、圧勝ですね。やっぱり長領がいる編成だったとしてもですね、憲法破砕の有無とかですね、大元気の固有の有無でですね、全然結果が変わってくるなっていうところですよね。今回に関しても苦手な騎兵なんですけども、普通に残壁砲がですね、平人ダメージを吸ってほとんど兵損なく勝ててるということですね。こちらは関羽騎との対決ということなんですけども、圧勝ですね。1万も削らせてないということになってます。騎兵の速攻型に対してですね、こうやって強く出れるっていうのはですね、非常に使いやすい面ではあるんですけども、小兵器だけだと両機器の可能性もあるので、中身がしっかり確認できてないと迂闊には受けられないかなと思いますね。こちらは関羽騎との対決ということなんですけども、圧勝ですね。やっぱり残壁砲でダメージ集められるっていう利点はかなり大きいかなと思いますね。こういった感じでアタッカーが真っ赤の編成に対してもですね、ほとんど削られることなく勝ててるっていうことですね。こちらはギギバ編成との対決ということなんですけども、劣勢引き分けということになってますね。ただ大きく削ってっていうところではあるので、頑張ってくれてるんじゃないかなと思います。これはですね、過去への固有戦法が10回も発動してるんですね。通常攻撃11回で10回発動してるということで、このせいで曹操が括弧領得全然発動できてないっていうのがありますよね。これによって回復が追っつかなくてですね、こんな感じで劣勢になってるっていうことでですね、多分確率通りに収束したら同じようにはならないんじゃないかなと思いますね。こちらはついに見ました総比を使った編成との対決ということなんですけども、優勢引き分けということになってますね。やっぱり総比の凸が進んでないっていうのはしょうがない部分はあるかなとは思うんですけども、それでもですね、縦の編成に対してこんな感じの結果で終わってしまうっていうことだと、ちょっと使いにくいのかもしれないですね。こちらは不撃との対決ということなんですけども、優勢引き分けということになってますね。苦手な騎兵に対してということなので、やはり強いなというところですね。凸差っていうのはそこそこありますが、まあこちらに関しても真っ赤というわけではないので、なかなかいい戦法になったんじゃないかと思います。こちら不撃との対決ということなんですけども、劣勢引き分けということですね。5000ぐらいしか削れてないということで、全然ダメではあるんですけども、こちらも1万削られてないということでですね、苦手な騎兵ではあるんですけども、こちらも硬い、相手も硬いということで泥仕合になってますね。こちらは不撃との対決ということなんですけども、優勢引き分けということになってますね。お互いほとんど削れてないという形になってます。ただこれだけ赤い不撃に対してですね、縦の編成でこれだけ頑張ってくれるということでですね、やはり三方で硬くていろんな編成と戦える部隊だと思います。こちら不撃との対決ということなんですけども、劣勢引き分けということになってますね。凸があまり進んでない相手ということになってるので、なんとかなるかなとは思ったんですけど、結構一致百両が7回発動みたいな感じでですね、しっかり発動されてですね、SP 閣下に仕事されてしまったなっていうところですね。こちらは不機器との対決ということなんですけども、劣勢引き分けということになってますね。まあ不機器自体が火力めちゃめちゃ出るっていうわけでないので、削られてはないんですけど、こっちも削れてないっていうことですね。5000も削れてないということで、めちゃめちゃ硬いなというところですね。こちらは大崎との対決ということなんですけども、劣勢引き分けということになってますね。騎兵の万能型耐久型の編成、しかもトップクラスの編成ということになると、さすがの三方手でもちょっと厳しいということみたいですね。ただ抜かれてないっていうのがですね、やはり硬い編成だなと思います。こちらは御坊騎との対決ということなんですけども、優勢引き分けということになってますね。御坊騎もそんなに弱い編成ではないんですけども、 SP 純育や核といったですね、獣武将っていうのの凸が進んでなかったり、兵法書が解放されてなかったりっていうことでですね、縦の編成でも対抗できているということだと思います。こちらは御坊騎との対決ということなんですけども、優勢引き分けということになってますね。一応 SP 純育の固有戦法や残壁砲で硬さっていうのは保たれてるんですけども、それでもあまり凸が進んでない相手に対してですね、半分も削れてないということでですね、やっぱり三方で火力が課題だなと思いますね。こちらは御坊騎との対決ということなんですけども、負けてますね。ほぼ何もできてないということになってます。やはり基本的に騎兵とは勝負しない方がいいというのは鉄則になってるんじゃないかなと思いますね。仮に速攻型だったとしてもですね、うまく残壁砲をですねかけてる相手に平時ダメージが飛ばない場合は、停滞ダメージ受けちゃいますしね。
こちらは五望機との対決ということなんですけども、優勢引き分けということになってますね。お互いの核の固有戦法がすごいですよね。こちらは8回、相手は7回ということで、混乱祭りということになってるんじゃないかなと思うんですけど、逆にこれだけ発動しちゃうと、セルフで混乱解除しまくってるような感じもしますけどね。こちら五望機との対決ということなんですけど、圧勝ですね。線も削られてないということになってます。やっぱり吹き機と五望機だったら編成強度っていうのがだいぶ違う気はしますね。なんかテイクでもいけそうな感じはするんですけども、やっぱり核の混乱っていうのは偉大だなと思いますね。こちら装備を使った編成との対決ということなんですけども、優勢引き分けということになってますね。無凸ではあるんですけども、割とちゃんと組まれてるということになってるので、ちょっとねこれ固有戦法で5000ぐらいしか撃破が出てないっていうのは寂しいなっていうところがありますよね。やっぱり凸大事ですよね。こちら食器場との対決ということなんですけども、負けてますね。1万も削れてないということで惨敗になってるんじゃないかなと思います。まあ苦手な兵種でこれだけ赤いということになると、なかなか勝つのは厳しいかもしれないですね。こちら変わった食器場との対決ということなんですけども、勝ててますね。まあかなり凸が進んでる相手ということではあるんですけども、まあいろいろ試してる最中の編成っていう感じですかね。兵士宝物もないですしね。こちらは新艦機って言ったらいいですかね。新艦装の騎兵バージョンとの対決ということなんですけども、劣勢引き分けということになってますね。この手の速攻型に対してはかなり強く出れる編成ではあるんですけども、やっぱり消耗古城のせいでかなり強攻が入ってるっていうことなんでしょうね。全体的にアクティブ戦法が打ててないということでですね、いいとこなく削られてるっていうところですね。こちらは新艦機との対決ということなんですけども、圧勝ですね。ほぼ削られてないということになってます。で、この編成は僕も試しに組んでみてます。で、3武将とも真っ赤なんですけども、使用感はまあ微妙かなと、そんな強いという感じはしないので、まああえて組むっていう価値はないかもしれないんですけども、凸次第では組んでみてもいい編成ぐらいの位置づけだと思いますね。こちらは大量衆との対決ということなんですけども、圧勝ですね。何もさせてないということになってます。憲法破砕が各省に刺さらない限りはですね、こういった編成に対しては強く出れるんじゃないかと思います。で、さらにですね、援護が効いてるので、基本的に1ターン目のダメージっていうのは核に行きますよね。で、こんな時にですね、大元気がいたら厄介なんですけども、いないということになってるので、やっぱり騎兵だったとしてもですね、速攻型の場合はですね、戦闘が優位に進むこと多いですよね。こちらは大量衆との対決ということなんですけども、圧勝ですね。2000も削らせてないということになってます。やっぱり凸が進んでなくて速攻型で、でさらに長量絡みでないっていうことだと、残引き法の、相手に対してですね、平人ダメージほとんど通らないっていうことなんでしょうね。ノーダメに近い形で勝つことができてますね。憲法破砕積まれてるので、これが嫌なところに当たっちゃうと同じ結果にはならなかったと思います。こちらはゴキバとの対決ということなんですけども、圧勝ですね。2000も削らせてないということになっております。損傷高3凸っていう感じでですね、割と火力は高そうな感じがするんですけども、やはり残引き法でですね、平人ダメージが吸えるということでですね、両機器のような編成であったりだとか、憲法破砕が積まれてる編成でなかったら、速攻型でも割と頑張れるっていうことみたいですね。こちらはゴキバとの対決ということなんですけども、圧勝ですね。3000ちょいしか削られてないということになってます。凸はあまり進んでないゴキバですけどね、やっぱり火力っていうのをですね、全部援護と残引き法で吸っちゃってるっていうことで、全然ダメージが出てないっていうことになってますよね。こちらゴキバとの対決ということなんですけども、圧勝ですね。ほぼ削らせてないっていうことになってます。ゴキバに関しても大量衆に関しても、割とこの編成だったら対抗できるなっていうところがありますね。やっぱあからさまに投降兵だったら逃げられるんですけど、肝心への場合は受けてくれるっていうのもあって、非常に戦いやすいですね。これは古神機との対決ということなんですけども、負けてますね。こういった速攻型って割とやれるっていうイメージはあったんですけども、ちょっと今回に限りはそうはいかなかったっていうところですね。かなりしっかりと戦法発動された結果っていうところはあると思います。こちらは逆に全然発動できてないですしね、こうなってくるとしんどいところはあると思います。こちらは古神機との対決ということなんですけども、勝ってます。憲法破砕を大使時に積ましてる結構怖い古神機ではあるんですけども、なんとかなってますね。やっぱり援護の力って偉大だなと思います。こういった騎兵の速攻型に対する勝率っていうのは、援護残比でだいぶ上がりますね。こちらは孫大衆との対決ということなんですけど、負けてますね。ちょっと悔しいですね。兵損はこちらの方が稼いでるっていう感じなんですけど、首相抜きされちゃったっていうところですね。しかし相手の戦法がしっかり発動してますよね。これだけ発動されてしまうとちょっと厳しいところはあると思います。
こちらは孫大衆との対決ということなんですけども、優勢引き分けということですね。これは結構意外でしたね。憲法破砕積んでる騎兵ということで、だいぶ苦手な部類ではあるかなって思うんですよね。洞察も得てるので混乱にもしにくいっていうところはあるんですけども、今回はですね、まあ核の固有戦法っていうののツボにはまったんでしょうね。いい感じで引き分けられてるということです。こちらは関羽三成人との対決ということなんですけども、劣勢引き分けということになってますね。ほとんど削れてないです。こちらが混乱をかけようとしても、相手の核でですね、混乱解除されてしまうことがありますし、で、短期戦にもつけてるので、関羽をですね、うまく混乱はめられないっていうところがあったと思います。しかも関羽の固有戦法が4回も発動したということになったらですね、これよう引き分けたなって言うてもいいような戦法になってるんじゃないかと思いますね。こちらは核三成との対決ということなんですけども、優勢引き分けということになってますね。結構まあ計略系の騎兵ということで嫌だなって思うところはあるかもしれないんですけども、ここはやっぱり突さが出たかなっていうところですね。あと火力っていうのがめちゃめちゃ出るようなタイプの編成でもないということでですね、ほとんど削られてないということになってると思います。こちらは面白い編成ですね。核三成なんですけども、趙雲のところは孫昌公との編成ということですね。勝ってはいますが、割とその孫昌公の固有戦法で削られてるなっていうところがあるので、まあ核が混乱させちゃうっていうところがあって、そこさえクリアできたら割といけるのかなって思わさせられるような編成ですね。こちらは緑三成との対決ということなんですけども、圧勝ですね。やっぱり残引き法があるので、そこにうまくダメージが集中することがあったらですね、相手のダメージほとんど出ないっていうことになりますよね。そうしてるうちにですね、後半ターンに差し掛かって、そうなったらこっちのもんという形になってると思います。こちら緑三成との対決ということなんですけども、解消ですね。5000も削られてないということになってます。真っ赤な緑三成なんですけどね、やっぱり核に通常攻撃っていうのが集められるので、ダメージほとんど受けずにですね、序盤ターンをしのげるということですね。で、呂布が4ターン中3ターンも3回もですね、天下武装発動してるんですけども、核に向けてのものが多かったので全然ダメージが出てないということですね。こちらは緑三成との対決ということなんですけども、解消ですね。しっかり赤い緑三成ということになってるんですけどね、両機器との見極めっていうのができたらね、一番いいんですけどね、両方小兵器っていうことでですね、両機器であるなよということを祈りながらぶつけてるみたいなところはあります。こちらは緑三成との対決ということなんですけども、勝ってますね。やっぱり騎兵っていうのが突っ込んできてくれるっていうのは非常に使いやすいなっていうところですよね。ただ小兵器が突っ込んできた場合は両機器の場合があるんで怖いですけどね。なんで事前にどんな編成組んでる相手なのかっていうのを知ってる場合はね、だいぶ楽に使えるかなと思います。こちら緑三成との対決ということなんですけども、圧勝ですね。2000も削らせてないということになってます。緑三成はそんな苦手な感じはしないですけどね、残引き法でダメージ集められますしね。で、一応ですね、緑三成ってどういった部隊でもポコッとやられることがあるので、油断はならないかなっていうところなんですけども、あえて逃げる必要もないのかなっていうイメージですね。こちら緑三成との対決ということなんですけど、勝ってはいますが、兵損は向こうの方が稼いできてるっていうことで、非常に珍しいケースですよね。逆の方が多いんですけども、呂布が大暴れしてますよね。100機攻撃10回、鬼神定位8回ってなかなか見ないんですけどね。で、こういう戦法も合わせるとですね、3万以上撃破してきてるっていうところなんですけども、それでもこちら耐えてしまうということでですね、耐久力、回復力ともにすごい編成だと思いますね。こちらは緑三成との対決ということなんですけども、圧勝ですね。マジで騎兵の速攻型の場合は、両機器以外はお得意様っていう感じですよね。相手の編成の内容が分かったら突っ込んでっていいと思います。で、相手もなかなか逃げないんでね、投降兵よりもやっぱり肝心への方が相手からしても勝てそうって思うんでしょうね。こちらは緑三成との対決ということなんですけども、勝ってはいますが1万ぐらいは削られてるっていうことですね。やっぱりダブルアタッカーっていうこともあってですね、これ2人とものダメージを序盤で据えたらですね、まあほとんど削られないっていうことは想定されますけども、まあなかなかこう厳しかったのかなと、まあ逆に勝てたのが良かったかなっていうレベルですね。こちらは天下騎馬との対決ということなんですけども、圧勝ですね。2000も削られてないということで、まあ、呂布も囲いも真っ赤な相手っていうことではあるんですけどね。やっぱり残引き法ってえげつないなと思いますよね。で、これを憲法破砕で解除できないっていうことだと、ダメージはほとんど出ないっていうことになるんでしょうね。こちらは反撃タッとの対決ということなんですけども、優勢引き分けということになってますね。抜き切れてはないんですけども、やっぱり投降兵が相手っていうのとですね、こちら通常攻撃を打つ回数が少ないということでですね、加工との火力が出にくい状況っていうのを作ってますよね。
ただそれでもですね、加工トンの、固有戦法7000で収妙機械で3600、器量サングで4600削ってきてるっていうことでですね、相当火力の高い編成だと思いますね。こちらは反撃たちとの対決ということなんですけども、優勢引き分けということになってますね。赤い反撃盾、今シーズン結構活躍してるんじゃないかなと思うんですけども、各将っていうのは通常攻撃を打たないということになってますので、その加工トンでの反撃っていうののリソースっていうのが若干減るっていうところがありますよね。なんで同じ盾の編成として各将を積んでる編成っていうのは、まあ相手からすると苦手な部類になるんじゃないかと思います。こちらは反撃盾との対決ということなんですけども、優勢引き分けということになってますね。ただまあお互いあんまり削れてないっていうところはあると思います。これは各所が通常攻撃打たないので、加工トンの火力っていうのが出にくくなってるっていうところはありますよね。ただ投降兵だった場合はですね、もうちょっと楽勝だったんじゃないかと思います。こちらは小兵隊との対決ということなんですけども、圧勝ですね。ダブルスコアぐらいになってるんじゃないかなと思います。まあこれは投降兵のおかげっていうところはあるかなと思いますね。あとこの編成、凸がしっかり進んでるとかなり強い編成ということになるので、今後増えてくる可能性もありますよね。こちらはタイタとの対決ということなんですけども、優勢引き分けということになってますね。5000も削らせてないですね。ただこちらも1万も削れてないということで泥仕合なんですけども、こんだけ凸が進んでない対盾に対してもですね、全然削れてないということでですね、火力はやっぱりなかなか出ない編成だなと思いますね。こちらは対盾との対決ということなんですけども、優勢引き分けということになってますね。投降兵積んでるバージョンなので各将が仕事してますね。割と肝陣営で出陣してるとですね、投降兵とかが逃げなかったり逆に突っ込んでくれたりっていうのがあるのでありがたいですね。こちらはタイタットの対決ということなんですけども、優勢引き分けということになってますね。投降兵が積まれてないバージョンということではあるんですけども、突さが関係しててですね、こういった感じでですね、優勢に展開できてるんだと思います。ただやはり抜けないということでタイタットも硬いですよね。こちらはタイタットの対決ということなんですけども、劣勢引き分けということになってますね。突さっていうことだと、まあほとんど変わらんかなっていうところではあるんですけども、やっぱりタイタで強いですよね。投降兵でも積んでくれてたら、まあだいぶ楽なんですけども、積んでないバージョンということだと、こういった結果になりがちなのかもしれないですね。こちらは上達との対決ということなんですけども、優勢引き分けということになってますね。投降兵持ちの相手なので、各将がですね、2万近く撃破してるということではあるんですけども、それでも落としきれないっていうのが悲しいなっていうところではありますよね。でですね、肝陣営って割とその各将がいるって思わない方が多いのか、投降兵が向こうから来てくれたりっていうのもあるんですよね。なんで割と使いやすい編成だなと思います。こちらは上達との対決ということなんですけども、優勢引き分けということになってますね。各将が燃やしにかかってるんですけども、1万5000しか撃破してないということで、これはちょっと物足りないところはありますけどね。ただ、投降兵相手だったらですね、割としっかりと戦えるんじゃないかなと思いますね。いくら投降兵だったとしてもですね、硬い相手だったら燃やせないみたいなことはあるかなとは思うんですけども、こちらも硬いっていうことになってるので、変な負け方っていうのはしないんじゃないかと思います。こちらは上達との対決ということなんですけども、圧勝ですね。これは相手が投降兵ということでですね、各将でしっかり燃やせてるっていうことですね。肝陣営にしとくと結構投降兵が逃げなかったり、投降兵から来てくれるっていうのがあるので、その点はありがたいですよね。こちらは上達との対決ということなんですけども、優勢引き分けということになってますね。最近は投降兵もまた結構見かけるようになりました。ヤリクソンが減ったせいだと思うんですけども、でですね、こういった、血力参加盾の場合ですね、相手があんまり逃げないんですよね。で、しっかり燃やせるっていうケースが結構多いですね。こちらは北伐盾との対決ということなんですけども、劣勢引き分けということになってますね。ほとんど削れてないですね。めちゃめちゃ硬いなという印象があります。北伐盾って本当に人によったらケチョンケチョンに言われてるような編成ではあるんですけども、なんか僕の手持ちはこの北伐盾が苦手なような部隊が多いなというところですね。こちらは北伐盾との対決ということなんですけども、負けてます。1000ちょいしか削れてないということで、えぐい負け方してるんですけども、この参加盾でですね、ここまで一方的にやられる展開っていうのはほとんどないので、ちょっとびっくりしましたね。こちらは北伐盾との対決ということなんですけども、劣勢引き分けということになってますね。2300しか兵力が残ってないので、もう負けと言うてもいいかもしれないですね。で、かたやこちらは3000も削れてないということで、非常に相性が悪い相手だなと思います。凸は進んでるっていうのはあるんですけども、全然削れてないということになってます。強いですね。
こちら北伐達との対決ということなんですけども劣勢引き分けということになってますね。こちらの三方手ではこの、北伐達に勝つことはまあまずないんじゃないかっていうぐらいですね、全く歯が立ってない感じがしますよね。こちらは東円達との対決ということなんですけども優勢引き分けということになってますね。ただ2戦ぐらいしか削らせてないということでですね、圧勝って言うてもいいレベルでですね、平損には差があるということになってますね。こちらは東円達との対決ということなんですけども優勢引き分けということになってますね。東円達に関しては相変わらず強い編成だなとは思うんですけどね。で、継承戦法もしっかり積まれているので厳しいかなっていうところはあったんですけども、やっぱり技法盾もね、強い盾の編成ということになってるので、まあこんな感じでですね、優位に進められるっていう感じですね。あまりまあちょっと怖さは感じないかなっていうところはあります。こちらは寒中盾との対決ということなんですけども優勢引き分けということになってますね。2万ぐらい削れてるのでなかなかだったんじゃないかなと思います。相手の義援の継承戦法が結構発動されてるんですけど、それでもこちらの核もですね、固有7回発動してるということで、うまく混乱をかけた結果ですね、こういった形でこちらに優位に働いてるんだと思います。こちら食盾との対決ということなんですけども圧勝ですね。こちらの編成に関しても結構強いかなと思うんですけども、まあ突さっていうところなんですかね。まあなんだかんだ言ってこの三方手に関しても合計10突まではね進んでるんでね、昔から使っててなんか突進んでない編成と思いながら使ってたんですけど、まあ旧剣で使ったりだとかでですね、なんだかんだ形になってきたかなっていうところはあります。こちらノバ軍たっての対決ということなんですけども優勢引き分けということになってますね。ちょっと水軍適性が低いっていうのもですね、影響したのかなっていうところはあるんですけども、ほぼ削らせてないということになってます。こちらは千人たっての対決ということなんですけども圧勝ですね。800ぐらいしか削られてないということになってます。これは投降兵の結果ということですよね。で、この肝陣営にしてると投降兵が逃げなかったり逆に突っ込んできてくれたりっていうことがあるので、特に最近は投降兵結構見かけるようになったので、この三方手の需要っていうのも高まってきてるんじゃないかなと思いますね。こちらは千人たっての対決ということなんですけども快勝ですね。これだけスコーンと勝てると気持ちいいなっていうところではあるんですけども、特に投降兵を積んでるという相手でもないということなので、まあなかなかいい戦いになったんじゃないかなと思いますね。ちょっとその核の固有戦法っていうのが発動しすぎてて、これで混乱ダメージっていうのをだいぶ与えられたんではないかとは思いますけどね。こちら千人たっての対決ということなんですけども劣勢引き分けということになってますが、まあこれに関しては滑骨領土なんと7回も発動されてるっていうことなんですよね。まあこんだけ発動されてしまうと弱体は解除されるわ、回復はされてしまうわっていうことで、なかなか厳しい展開になりますよね。こちらは法政三聖人の反撃たっての対決ということなんですけども優勢引き分けということになってますね。相手投降兵なんですけども創生作戦で燃焼解除したりだとかですね、法政の固有戦法がかなり発動してるっていうことで耐えてるっていうところだと思いますね。ただ各所は通常攻撃打たないっていうことでですね、関連の反撃っていうのがうまくツボにはまってないんでしょうね。こういった感じでですね、泥仕合になってるということですね。こちらは反撃たっての対決ということなんですけども優勢引き分けということになってますね。投降兵の相手なので楽勝かと思いきや1万ちょいぐらいしか削れてないんですよね。これ結構きついですよね。やっぱり法政の固有戦法がしっかり発動するとめちゃめちゃ硬いなと思います。こちらは法政三聖人との対決ということなんですけどもしっかり勝ててますね。まあ投降兵なので勝てるかなっていうところではあるんですけども、案外各省で燃えてないっていうところがあるんですよね。なかなかやっぱり弱体解除っていうのをされてしまうと厳しいところはあると思います。こちらは天候聴覚隊との対決ということなんですけども優勢引き分けということになってますね。これは突さっていうことだと思います。で、今回投降兵積んでないですけど、なんか今シーズンは投降兵をよく見かけるようになったなっていうイメージがありますね。多分ヤリクソンが減ったせいだと思います。こちらは天候聴覚隊との対決ということなんですけども優勢引き分けということですね。投降兵相手ということで各所でしっかり燃やせてるっていうところはあるんですけども、それでもとどめがさせてないっていうことでですね、やっぱり火力不足っていうのは懸念される編成かと思いますね。こちらは天候聴覚盾なんですけども、ロシクを使わずに代わりに曹操と劉備を入れてるという変わった編成にはなってるんですけども、やっぱり投降兵が積まれてるっていうことで各将が活躍した結果ですね、勝負になってないっていうところはあると思います。
こちらは天候長学隊との対決ということなんですけども、圧勝ですね。これはまあ相手が東高兵だったからということでですね、各所が2万以上撃破ということで、まあこれだったら快勝ですよね。で、割と肝心営と東高兵っていう感じで対決仕掛けた時にですね、東高兵が逃げないっていうのがあるので、まあこの3方でっていう編成は本当に使いやすいなっていうところですね。先行はめちゃめちゃ稼ぎやすい編成だと思います。こちら川柳天候隊との対決ということなんですけども、圧勝ですね。1000も削らせてないどころか100も削らせてないということになってます。この理由はですね、投降兵かなと思いきやですね、これ各省の固有戦法がですね、全然発動する前にですねやってしまってるっていうことなんですよね。なんでこれ首相抜きができてるっていうことなんですけども、混乱をうまくかけてですね、そのダメージがロシクに集中した結果ということになってますね。非常になんか変わってる結果になってると思います。聴覚のこういう戦法も全然打ててないですしね。こちら天候川柳盾って言うたらいいですかね、との対決ということなんですけども、ほぼ何もさせてないですね。やっぱりメインアタッカーの凸っていうのが進んでない上に発動もしてないっていうことだったら、なかなか厳しいのかなっていうところですね。回復戦法もちょっと足りないような気がします。こちらは天候川柳盾との対決ということなんですけども、優勢引き分けということになってますね。ただ東高兵の相手に対してですね、全然削り切れてないですし、逆にやっぱり引き分けまで持っていかれてるのと、聴覚のこういう戦法が4回も発動してるっていうことでですね、半分ぐらい削られてもう戦えないっていう感じなんですよね。各所の固有戦法の撃破が1万出てないですよね。これは混乱させられてて、でですね、この、各所のですね、固有戦法っていうのの燃焼っていうのを味方に分けちゃってるっていうところがあって、ダメージが出なかったという感じですね。核の怖いところですよね。こちらは天候聴覚隊との対決ということなんですけども、圧勝ですね。これだけ、兵装少なく勝てると気持ちいいなっていうことなんですけども、割と投降兵が突っ込んできてくれるっていうのはですね、戦いやすい編成ですよね。こちら川柳聴覚隊との対決ということなんですけども、優勢引き分けということになってますね。ただ兵装はほとんど変わらないということで互角かなっていうところですね。聴覚の固有戦法を4回発動するとやはり火力はすごいなっていうところですね。投降兵も積んでないので安定して勝てる相手ではないかもしれないですね。こちらは川柳聴覚隊って言ったらいいですかね、との対決ということなんですけども、しっかり勝ててますね。まあ相手投降兵積んでるっていうところはあるんですけども、各省の固有戦法での撃破っていうのがほとんどない感じになってるんですよね。なんで、うまいことを角骨朗読等で回避できたっていうことなんでしょうか、それともまあ序盤ターンで決着がついたっていうことかもしれないですね。こちらは学神の武法人との対決ということなんですけども、劣勢引き分けということになってますね。趙雲と学神が貫突ということで、かなり良さそうな感じがしますよね。でですね、趙雲がいるので混乱っていうのがうまくはまらないということになってます。総戦釈戦も4回発動されてるので、こちらのいいとこっていうのは抑えられてるんだと思うんですけども、ただこちらの硬さっていうのもですね、カッコチ朗読5回発動とかでですね、1万も削れてないということで泥仕合となってますね。こちらは学神をメインアタッカーとした帝府の武法人との対決ということなんですけども、優勢引き分けということになってますね。しっかり8ターン継戦してですね、学神の火力っていうのも結構出てるっていうことではあるんですけども、やっぱり3方手って回復性能も優れてるっていうことになってるので、こんな感じでほぼダメージを受けずにですね、引き分けに持ち込めるということになってます。やはり強いですね。こちらは面白い編成ですね。帝府を首相とした川柳人の編成ということで、副将は曹操と義援ということになってますが、投降兵が積まれてる編成ということで、各将でしっかり燃やせてですね、あまりダメージを受けずに勝てるという結果になってますね。こちらは面白い川柳人の編成ですね。周太を首相に SP 炎章と曹操を副将とした編成ということなんですけど、結構しっかりね、戦法なんか積まれてるなと思うんですけど、それでもしっかり勝ててるということでですね、まあやっぱりこの編成、盾に対してはかなり強く出れるなっていうイメージですね。こちらは吹き弓との対決ということなんですけども、優勢引き分けということになってますね。やはりこちらの編成硬いですよね。安定してですね、こういった強編成に対してもですね、戦えるということでですね、相当使いやすい編成になってると思います。こちらは麒麟弓との対決ということなんですけども、圧勝ですね。5000も削らせてないということでですね、まあ縦の編成に対してはこれぐらいやってもらわんとっていうところはあると思います。こちらは斬飛麒麟弓との対決ということなんですけども、優勢引き分けということになってますね。やっぱり斬飛麒麟弓って硬いなっていうところですよね。
せっかくこちらがですね盾で相手に臨んでるにしてもですね削りきれないっていうところが悲しいですよね。こちらは残壁凛弓との対決ということなんですけども、劣勢引き分けということになってますね。強いですね。この残壁凛弓は号砲2つ、双剣1つで援護もついててみたいな感じでですね、結構スキルが半端ない相手ということになってるんですね。それでこれだけ赤いということになるとなかなか厳しいと思いますね。3人ともアニメーションですし、あと脅威も秘蔵ということでですね、これ以上ない仕上がりになってると思います。こちらは残壁凛弓との対決ということなんですけども、劣勢引き分けではありますが、もう負けですよね。662しか残ってないですからね。で、これでですね、1000ぐらいしか削れてないということで、とんでもなくエグい編成だなと思いますね。苦手な盾に対して、こんだけ砲塔が火力が出せるんで、なかなか厳しい相手ですよね。で、混乱がうまく刺さらないということになると、ちょっと厳しいですよね。こちらは天水弓との対決ということなんですけども、優勢引き分けということになってますね。天水弓も非常に強い編成ではあるんですけども、盾の編成でこんな感じで削りきれないということでですね、やっぱりその盾を使う理由っていうのが薄れてきてる部分だと思いますね。こちらは古神弓との対決ということなんですけども、圧勝ですね。4000ぐらいしか削られてないということになってますんで、やっぱり弓の編成でね、耐久力がない相手ということだったらですね、決めきれることも多いですね。こちらの火力はないんですけども、まあ速攻型に対してはですね、割とやれるのかなというところです。こちらは古神弓との対決ということなんですけども、しっかり勝ててますね。3000も削られてないということになってます。古神弓はこれでもね、普通に抜いてくることはあるんですけども、今回はきっちり勝ててたっていうところですね。こちらは艦隊艇との対決ということなんですけども、圧勝ですね。4000も削られてないということになってます。艦内は艦突ということではあるんですけども、やはり艦隊艇は耐久力に難があるっていうところとですね、こちらが盾の編成であるっていうことでですね、圧勝できてますね。帝府に異部軍民と操船作戦なんかが仮に覚えさせられてたとしたらですね、もうちょっと兵損はあったかもしれないですね。こちらは大帝弓との対決ということなんですけども、一方的にやられてますね。1万も削れてないということで、弓に対してこの結果はかなり辛いところではあるんですけども、大帝弓って結構盾に強い編成ということなんで、しょうがない部分もあるんじゃないかなと思います。こちらは大帝弓との対決ということなんですけども、劣勢引き分けということになってますね。やっぱり大帝弓、盾に強いなと思いますね。孫権無凸なんですけども、それでもこんだけ活躍してくれるっていうことでですね、僕はこの編成めちゃめちゃ評価してるんですけどね。こちらは周遊肉弓でいいんかなとの対決ということなんですけども、劣勢引き分けということになってますね。最近の盾はこれがあるんですよね。弓だからといって優位に立てないって言ったらいいんですかね。そういったのもあって盾があんまり流行ってないっていうことだと思うんですけども、まあこの相手もですね、最上位の編成ということでですね、なかなか盾だったとしてもですね、削れないということになってるみたいですね。こちらはトトク弓との対決ということなんですけども、劣勢引き分けということになってますね。赤いトトク弓とかいうことになるとですね、全然優位が取れないっていうことで、戦える部隊っていうのがだいぶ少なくなってきたなっていうイメージですね。まあただ負けはしないんですけどね。こちらはトトク弓との対決ということなんですけども、圧勝ですね。1000ぐらいしか削らせてないということになってます。トツは割としっかりと進んでるんですけどね。縦の編成ということでですね、かなり優位を取れてるっていうところだと思います。ただ最近の弓って縦に対しても強いっていうのがいたりするので、まあこの編成以外だったらですね、同じような結果になったとは限らないかなと思います。こちら SP トトク弓との対決ということなんですけども、圧勝ですね。5000も削られてないということでですね、しっかり勝ててるなっていうところなんですけども、まあ、兵士宝物が積まれてなかったり、レベルが45っていうのも大きな要因になってるかなと思いますね。で、幾層の固有戦法なんか4回発動してるんですけども、全然ダメージが与えられてないということになってます。こちらはトトク弓との対決ということなんですけども、優勢引き分けということになってますね。突破はありますし、また得意な弓っていうことでですね、強テンプレと呼ばれてる編成だったとしてもですね、こんな感じでダメージほぼなく引き分けられてるということですね。ただ削り切れてないということで、やっぱり火力もあんまり出ない編成だなと思います。こちらは SP トトクとの対決ということなんですけども、圧勝ですね。2000も削らせてないということになってます。やっぱり強い編成だったとしても、突破があって、しかも相性が悪いっていうことだとですね、こういった感じで何もできずに負けるっていうことになるんでしょうね。
こちらは天皇読みとの対決ということなんですけども、優勢引き分けということにはなってますが、削り切れてないということで、この点は悲しいところかなと思いますけどもね。やっぱり天皇読みって安定した強さを持ってるかなと思うんですよね。最新シーズンになっても普通に活躍できる編成だと思います。こちら孫大帝との対決ということなんですけど、ギリ優勢引き分けっていうところですね。まあこういった感じで削られるのは結構意外というか、全然突も進んでなければレベルも上がってない孫大帝でこれだけやれるっていうことで、やっぱこの編成強いですよね。憲法破砕が5回も発動するとちょっとしんどいなっていうところではあります。ただ過去の固有戦法が1回も発動できてないっていうところはですね、ちょっと物足らんところではあるかなと思うんですけどね。やっぱり孫大帝、孫大衆、この辺の編成っていうのは凸が進んでなくても強いなというイメージがあります。こちらは軍弓との対決ということなんですけども、圧勝ですね。真っ赤の軍弓ということになってて、演術も久しぶりに見たなっていうところはあるんですけども、この3人の編成結構強いなとは思うんですけどね。結構継承戦法がですね、その共存を重視したような形になってるので、ここしっかり詰めば対盾っていうことでもですね、一矢報いる可能性はあるかなと思います。こちらは SP 軍弓との対決ということなんですけども、干渉してますね。やっぱり弓の編成は得意っていうところになってると思いますが、まあ、特にですね、そこまで硬くない SP 軍弓っていうことだったらですね、こんな感じで圧勝できることも多いと思いますね。こちらは SP 軍弓との対決ということなんですけども、勝ってますね。得意な弓なので、まあこれぐらいはしてもらわないとっていうところなんですけども、それでも半分ぐらい削られてるっていうことで、やっぱり SP 軍弓強いですよね。油断ならない相手だと思います。こちらは SP 軍弓との対決ということなんですけども、圧勝ですね。割と SP 軍弓はしっかり勝ててるなっていうイメージがありますね。まあ制御食らっちゃうとちょっとしんどいっていうのはあるんはあるんですけども、滑骨朗読で解除できたらね、なんとかなりますし、また異防必死で虚弱食らったとしてもですね、相手に混乱かけての自滅ダメージっていう分にはですね、虚弱かからないっていうことになりますので、割と削る手段はありますよね。こちら SP 軍弓との対決ということなんですけども、しっかり勝ててますね。まあ弓相手ということになってるので、盾が得意な弓でない限りはですね、まあそこそこの成績っていうのは出してくれそうな感じはしますけどね。ただ最近の弓の編成って耐久力があって、後半ターンとかにしっかりダメージ入れてくるみたいな編成も増えてきてるので、まあその盾の優位性っていうのが下がってきてるっていう部分だと思います。こちらは SP 軍弓との対決ということなんですけども、圧勝ですね。3000も削られてないということで、こういった感じで勝てると気持ちいいなっていうところはありますね。まあちょっと相手の戦法っていうのがそこまで発動してないっていうところはあるんですけども、割と指揮戦法も多いのが参加盾っていうことになってるので、制御っていうのを食らいまくってもですね、各所の固有戦法とか活目相対でなんとかなるっていうところはあると思いますね。こちらは法政三世弓って言ったらいいですかね、との対決ということなんですけども、優勢引き分けということになってますね。ただお互いが1万前後しか削れてないということで、泥試合になってると思います。でこの編成今シーズン結構活躍してるなっていうイメージなんですよね。かなり強い弓の編成だと思うんですけども、こんな感じでですね、盾と対してもですね、あんまり削られずに引き分けられるということで、相当強いなと思います。こちらは法政を主将とした三星人の編成との対決ということなんですけども、劣勢引き分けということになってますね。最近の弓の編成は本当に強いですよね。こちらも盾で強編成ということで、弓は安牌かなっていうふうに感じるんですけども、こういった感じでですね、大きく削られての劣勢引き分けみたいなこともあるということなんですよね。この編成もしかしたら入るかもしれないですね。強いですね。こちらは許可尊級との対決ということなんですけども、優勢引き分けって言うたらいいんですかね。これ兵損に関してはこちらの方が稼がれてるような感じはするんですけどね。この編成はマジで厄介だなと思いますね。こういった盾の編成だったとしてもですね、太刀打ちができないみたいなところがあるので、弱点が本当に少ない編成だと思います。こちらは許可尊級との対決ということなんですけども、劣勢引き分けということになってますね。何にもできてないっていうレベルで削れてないということになってますね。やっぱり憲法破砕が強烈ですよね。こちらは指揮戦法多いので、これがハマると結構厳しいところはあると思います。こちら北伐層との対決ということなんですけども、劣勢引き分けということになってますね。今シーズン飛行星将が登場したことで、北伐層かなり活躍してますよね。でこんな感じでですね、参加盾でもですね、歯が立たないという感じになってると思います。こちらは北伐層との対決ということなんですけども、完敗ですね。3000も削れてないということで悲惨な結果になってると思います。
自分がホコバスを使ってる時は三片手に対してそこまで圧勝できてるイメージがないんですけども、逆にホコバスを敵にした時っていうのは本当に恐ろしいですね。自信を持って組んでる編成ではあるんですけども、ケチョンケチョンにやられてるということになってます。こちらはホコバス層との対決ということなんですけども、勝ってますね。ちょっと継承戦法に妥協があるようなホコバス層ではあるんですけども、マッカの相手に対してですね、こんな感じで、あまり削られずに勝てるっていうのは、なかなか気持ちのいい勝ち方だと思いますね。こちらホコバス層との対決ということなんですけども、劣勢引き分けということになってますね。やっぱり赤いホコバス層は強いですよね。で、観光4回、長砲5回ということで、固有戦法もしっかり発動しているということでですね、撃破数も出てますし、飛行成長での回復も伸びているということでですね、あまり削れなかったという結果ですね。こちらは面白い編成ですね。SP 諸葛亮を主将に SP カウント、勘銀兵を副将の槍の編成ということですね。ここノーマルカンウっていう編成は SP 諸葛亮が登場した時に結構流行ったんですけども、 SP バージョンになったということで初めて戦場では見かけた感じにはなってますが、ちょっと成果は出てないかなっていうところですね。こちらが優勢引き分けで終えれたということになってます。カウの固有戦法4回発動してるんですけども、全然撃破が出てないですよね。2700ということで、これはなかなか寂しいなと思いますね。こちら浮上長僧との対決ということなんですけども、圧勝ですね。レベル50まで上がってるので、しっかりと使い込まれてるかなっていうところはあるんですけども、まあそれでもですね、3000ぐらいしか削らせてないということで、ちょっとカオの固有戦法とかがね、全然発動してないんで、しょうがない部分はあるかなとは思うんですけどね。こちらは新幹僧との対決ということなんですけども、圧勝ですね。新幹僧、最近はあまり見かけなくなってきたんですけども、手数はかなり多い編成ということでですね、肝心鋭での回復っていうのがかなりできてるっていうことですね。得意な相手だと思います。こちらは新幹僧との対決ということなんですけども、圧勝ですね。やっぱり新幹僧って手数が多いので、肝心鋭との相性っていうのは非常に悪いですよね。なので新幹僧を使う場合はですね、肝心鋭を見かけた時はあまり戦わない方がいいかと思いますね。こちらは新幹僧との対決ということなんですけども、圧勝ですね。2000も削らせてないということになってます。手数が多い編成なので、肝心鋭でしっかり回復できたのかなって思ったら全然そうでもないということで、これは混乱が壺にはまった感じなんでしょうね。馬長が混乱しちゃうと、ちょっと相手からしたらしんどいところはあると思います。こちらは最春僧との対決ということなんですけども、劣勢引き分けということになってますね。全く赤くない最終層なんですけど、今回に関してはね、ちょっと可視原理を7回発動とかいうことで、かなり上振れられてるっていうところがあってですね、勝ててないということになってます。こちらは最終層との対決ということなんですけども、優勢引き分けということになってますね。最終層真っ赤ということで、かなり強いかなとは思うんですけども、1万ぐらいしか削られてないということで、これはかなりのプラス要素だなと思いますね。憲法破砕5発とか打たれててですね、結構しんどい展開ではあるかなとは思うんですけどね。こちらは最春層との対決ということなんですけども、劣勢引き分けということになってますね。やっぱり最春層も強いですよね。槍の編成と盾の編成ということでイーブンではあるんですけども、戦闘結果ということだとですね、まあ兵装に関してはダブルスコアに近い感じかなというところですよね。こちらは最春層との対決ということなんですけども、優勢引き分けということになってますね。結構突差があるということでですね、まあ得意な相手とは言わないんですけども、割と優位に戦闘は進められてますよね。カッコツ領得6回も使われてるっていうところはあるんですけども、それでもなおこういった結果になってるということです。こちら、宝刀職槍との対決ということなんですけども、圧勝ですね。3000も削られてないということになってます。やっぱり混乱がはまっちゃうと、こういった高火力アタッカーが2枚いるような編成っていうのはきついところはあると思いますね。短期戦利や滑骨領得はあるんですけども、それでも抑えられないところっていうのはどうしてもあるかなと思います。こちらは職槍との対決ということなんですけども、勝ってますね。ほぼ削らせてないということになってるんですけども、まあちょっと相手の戦法なんかを見るとですね、こちらにとって厳しい戦法っていうのがあまりなかった結果になってるんじゃないかと思いますね。こちらは職槍との対決ということなんですけども、優勢引き分けということになってますね。こちらに関しては、特に怖い戦法っていうのは相手積んでなかったところはあると思うんですけども、やっぱり脅威の固有プラス混迷乱上でですね、だいぶ属性が下げられた結果ですね、とどめを刺し切らなかったっていうところがあると思います。こちらは職槍との対決ということなんですけども、圧勝ですね。割と見かける機会が少ないタイプの3人で組ましてるっていうことではあるんですけども、まあ一応ですね、きっちりと組まれた職槍でない限りはですね、
まあ、やれるっていうところでしょうね。やっぱりこの三方でっていう編成はですね、万能ですよね。こちら食槍との対決ということなんですけども、圧勝ですね。2000ぐらいしか削らせてないということになってます。凸が進んでなくて、なおちょっとあまり見たことがない感じの編成ということだったらですね、あまり負けることはないかなっていうところですね。それぐらい安定してる編成だと思います。こちらはヤリクソンとの対決ということなんですけども、劣勢引き分けということになってますね。ヤリクソン今シーズンあまり見かけなくなったなっていう印象なんですけども、やっぱり弱いことはない編成ですよね。リクソンの固有戦法5回発動ということになると、なかなか厳しいところはあると思います。こちらはヤリクソンとの対決ということなんですけども、劣勢引き分けということになってます。ただ今回リクソンの固有戦法がなんと7回も発動してるっていうことなんですよね。それでもこんな感じで削られずにですね、引き分けてるっていうことでですね、ヤリクソンはそこまでむちゃくちゃ苦手っていう相手ではないかもしれないですね。こちらはヤリクソンとの対決ということなんですけども、劣勢引き分けということになってますね。ただやっぱりこのヤリクソンとはですね、ええ勝負をするなっていうイメージがありますね。まあちょっと混乱っていうのを付与しにくい部分はあるかもしれないんですけども、まあそれでもこういった感じでええ勝負できるのであれば、率先してぶつけていきたいところですね。こちらはヤリクソンとの対決ということなんですけども、劣勢引き分けということになってるんですね。異防必死3発も撃たれてるということでですね、ダメージがあまり出てない感じですよね。やっぱり異防必死がめちゃめちゃ発動しちゃうと、結構戦闘って厳しくなりますよね。それぐらいいい戦法だと思います。こちらはヤリクソンとの対決ということなんですけども、優勢引き分けということですね。ヤリクソンもね、あまり見かけることがなくなったので、対戦機会っていうのも必然的になくなってきたなっていうところではあるんですけども、やっぱりお互い耐久型っていうことでですね、泥仕合化してますよね。こちら区間層の SP 順位区が学士になってるバージョンとの対決ということなんですけど、優勢引き分けということになってますね。やっぱり SP 順位区がいないということはですね、耐久面に難は出てくるかなと思いますし、平均ダメージに対して強い残壁砲もあるということでですね、こういった展開になってるんだと思います。はい、いかがだったでしょうか。そしたら各兵種との戦闘結果っていうのをまとめたものとですね、あと特徴なんかをお伝えできたらと思います。まずは対騎兵なんですけども、全53戦25勝10敗18引き分けで、優勢引き分けが10回ということで、優勢引き分け異常率は 66% ということになってます。これは苦手兵種ということを考えると、かなり高い数字になるんじゃないかと思います。で、不機器と勝負した回数っていうのは5回やったんですけども、1回も負けてないっていうことなんですよね。5分けということになってるので、まあ劣勢引き分けはあるんですけども、あまり火力が出ない騎兵の軽力ダメージを付与してくるような部隊っていうのには負けないっていうふうに考えてもいいかなと思いますね。で、今流行ってる両機器との対戦成績っていうのは1勝4敗ということで、やはり分が悪いですね。両機器は援護でダメージを集められないっていうところがありますし、憲法破砕で無効化されるっていうのもあるので、やはり相手にしない方がいいということですね。で、呂布三世とは合計8回戦ってるんですけども、全勝ですね。引き分けすらないっていうことになってます。これは圧倒的だなと思いますけどね。なんで呂布三世なんかを見ると、喜んで突っ込んでっていいと思います。向こうがインしてたら大抵は逃げないと思いますんでね。ただ、小兵器っていうことだと、両機器と見た目で変わらないっていうことになってるので、ちゃんと部隊内容っていうのは確認しておくべきかなと思います。両機器だったりしたら基本的に負けるということになってしまいます。次、対盾なんですけど、全41戦12勝1敗28分けで、優勢が22ということで、優勢引き分け異常率は 83% という驚異の数字ですね。80を超えるっていうことが、今までこういった感じで戦法詳細つけてきてあんまりなかったので、ちょっと驚いてます。なんで対盾性能っていうことだと、めちゃめちゃいいということになりますね。ただ唯一北伐盾が苦手っていうことでした。唯一の負けはこの北伐盾ですし、引き分けに関しては3つも劣勢引き分けをしてるっていうことなんですね。まあ相手が投降兵だったりしたら各所で焼けるっていうところはあるんですけど、そうじゃないパターンの場合はちょっと苦手かなっていうことですね。なんで軽力ダメージを付与してくるような盾の編成っていうことだったら、割と無双できるかなっていうことで、残念なのは今シーズン盾が少ないということでですね、対戦機会っていうのをですね、作るのが大変っていうところはあるかもしれないんですけども、もし対戦できたらかなりの成績ということですね。まあ基本的に負けないということになってるので、適当にぶつけても OK かなと思います。次、弓との成績なんですけど、全29戦13勝1敗15引き分けということです。で、優勢引き分けが6回なので、優勢引き分け異常率が 66% ですね。
これ騎兵と全く同じ数字ということになってるんですけども、得意な兵種の割にはいまいちな数字かなっていうところですね。最近は大抵弓とかその縦に強い弓みたいなのが結構いるので、まあそれが縦の減ってる理由の一つにもなってるかなと思うんですけども、やっぱりそういう流れにですね、この参加盾も逆らえないみたいなところがあるんじゃないかなと思いますね。まあそれでも 66% って言ったらかなりの数字かなとは思いますけどね。で、全体的に戦えてる回数が少ないですね。これはやっぱり、弓が逃げるので思ったように戦えないっていうところですよね。駐屯してたりして弓が突っ込んでくることもないっていうことですしね。で、相手の特徴としてはですね、SP 軍弓には全勝ということでですね、SP 軍弓は割と流行ってる編成になってるので、こういった編成に対して全勝できてるっていうのはですね、強みの一つになってるんじゃないかと思います。そして最後、対槍なんですけども、全24戦9勝1敗14引き分けで優勢が5ということで、優勢引き分け異常率 58% ということになってます。なぜか槍とはあまり戦えなかったシーズンということになってます。でですね、パーセンテージを見ると全兵種で一番悪いということになってますね。なんか雰囲気的に槍って盾が得意な気がしませんか？僕はなんかそんなイメージで戦ってるっていうことなんですけど、それが数字に現れてる感じがしますよね。で、槍の編成で多い北伐走とか最春走、あとヤリクソン、まあヤリクソンはちょっと今シーズンあんまりいなかったんですけど、こういった部隊と勝負した時にあまり相性が良くないなっていうイメージでしたね。なんで槍はなるべく避けた方がいいかもしれないですね。青州兵だったりしても一体どのような編成なのかっていうのもよくわかりませんしね。で、この編成やったらいけるっていう感じのメタ編成も存在しないっていうことだったらですね、もう鼻から槍を相手にしないっていう方が分かりやすく戦えるんじゃないかなと思います。こういったポイントを抑えつつですね、相手を見定めながら戦っていったら本当に優秀で先行稼ぎやすい編成になってるので、これらの武将の凸がそこそこ進んでる方は組んでみてもいいかなと思います。僕なんかだともう曹操は2凸なんであまり高いとは言えないんですけど、これでも十分活躍してます。で、ちなみに僕旧剣令で武将2枚変えてるんですけど、曹操と角ということでですね、この編成に全振りしたような交換をしてるっていうことなんですけども、来級は一応使う予定はないということになっております。そしたら最後にですね、10凸以上してる部隊との勝負っていうのだけまとめたのを今から見ていただけたらと思います。